画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴです。で、今回なんですけど、僕のチャンネルに、なんと、バンドリー実況者界隈から、あるお方が来ました。よろしくお願いします。はい、どうも、ですね、画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、よろしくお願いします。あ、画面越しの、そうですね、画面越し、僕のリスナー画面越しの人たちなんで。だって、グオンさんと動画撮るの普通に恥ずかしいんですけど、僕。マジで緊張してるんですよ。煽ってるようにしか聞こえないんですけど、いや、慌てない。今回皆さんも画面見えてると思うんですけど、カスタムキャストっていう巷で噂の、アプリがあると聞きまして、グモンさんと一緒にやっていくんですけど、作れるよね。今グモンさんと話した感じ、やっぱあやちゃんかなと。難しそうですけどね。ねえ、ちょっとこれ大変じゃん。でもあやちゃんなんか特徴ね、ピンクの髪にちょっとアホっぽさ出したら。いや、バカにしてないっすよ。同じ、俺と同じ。同じ。お互い初めてカスタムキャストをプレイして、お互いあやちゃんを作って、まあ、リスナーさんにどっちのあやちゃんがあやちゃんなのかっていうのを、公平にお願いします。公平に、いや、そこはね、公平に。じゃあグモンさんのアイコンでいきますか。俺のアイコンで。アイコンで、あー、俺のおっぱいのサイズとかもできちゃうんですか。うん、できるよ。できるよ。ステーション。いや、もう大好きっすね。それでコンプラかかりましたけど。そうなの。そうですね。どういうことコンプラかかるって。年齢制限とか、その、広告が全く表示されません。そうそうそう。あららら。ゲーム好きの彼女とか。いないっすよ。あらら。まだいるんすか。いや、俺も何人も申し訳ない。あ、やっぱそっすよね。そうだね。やっぱそっすよね、グモンさん。僕今、服装性癖丸出しなんですよ。何してんの、ちょっと。グモンさん自信あります、もしかして。あー、あるからこそ、ほうほうほう、ちょっと私最後に。持っていく自分を最後に。いいっすよ、じゃあ僕から、ね、見せますね。はい。ほー。いや、僕はこれがあやちゃんだと。1枚目半目なんですよ。まあまあ、僕のあやちゃんはこんな感じで。なるほど、なるほど。やりますね。あ、やりますね。で、ちょっと。これはちょっといい勝負になるかもしれない。あ、マジですか。愛がしっかりと見て取れる。あ、これ、報われた気がする。自分、頑張った。視聴者さん、ちょっと難しくなっちゃうんじゃないかな。おぉ、なるほど。じゃあ、鳥の、グモンさんの、丸山あやさんを。大丈夫かな。拡大してほしいんですけど。ほう。ちょっと、大丈夫。こんな感じで、ちょっと、どうでしょうか。正直自信はありますね。グモさん。これはどうですか？似てますか？え、グモさん。ガルパのキャラです。ガルパ。待ってください、ちょっと。え、ガルパのキャラ。はい。この体の色。はい。もしかして。うん。擬人化しちゃった。もちろん、まあ、一応、俺はもうそのまま、擬人化っていうかもうそのまんまですけど、本当、とんでもないオチを作ってしまった。申し訳ない。本当に、演出大変だと思うけれども。擬人化しちゃった。ミッシェルでございますね。